HD149026B はヘルクレス座に存在する恒星 HD149026 の周りを公転する太陽系外惑星である。地球の67倍という大質量の中心核を持った高温の巨大ガス惑星だと考えられている。HD149026B は2005年にスバル望遠鏡とケック望遠鏡のドップラー、 文行法を用いた観測により見出された。さらにフェアボーン天文台が HD149026 の手前を惑星が通過することによる周期的な現行を捉え存在が確定的となった。HD149026B は主星から0.043天文単位離れた円軌道を2.88日周期で好転している。 質量と半径は、それぞれ木星質量の0.36倍、0.725倍で、土星と比べると質量は20%ほど大きいが、体積は、むしろ小さく、大きさの割には、かなり高密度という特徴がある。この結果をモデルに当てはめることで、HD149026B は、地球の67倍の質量の中心核を持つ、 高温の巨大ガス惑星であることが推測された。2008年現在一般的である惑星系の形成理論では、原子惑星が成長し質量が地球の10倍を超えると、その原子惑星は加速度的なガスの流入により巨大ガス惑星化すると考えられている。また、一度ガス惑星になってしまえば微惑星が惑星に取り込まれても中心核まで達することなく、 大気に溶け込んでしまう可能性が高いとされる。そのため、この理論では、HD149026B のような、地球質量の数十倍の中心核を持つ、ガス惑星の存在を説明することは難しい。2015年に、国際天文学連合によって、太陽系外惑星系の名前の公募と投票が、行われた際に、HD149026 系も、 募集の対象となった。2015年12月15日、国際天文学連合より、主星 HD149026 にオグマ、惑星 HD149026B に、スマートリオスという名前を選定したことが発表された。ありがとうございます。